1952年高野33男は、東京府東京市深川区出身のフランスと日本で活躍したアールデコ様式の画家。パリのモンパルナスで活躍したエコールドパリにくくられる。富立一中を経て、東京高等商船学校を中退後、1921年、本郷洋画研究所に入所し、岡田三郎介に支持する。翌年の1922年に、 東京美術学校洋画家に入学する。1924年関東大震災による復興の騒ぎで落ち着いて、絵画の制作ができないことから同級生の岡田、健造や高崎強後に妻となる岡上浦と共に突出する。突出後は古典の開催やサロンでザンデパンダン、サロンドートンヌ、サロンでナショナルなどの展覧会に出品し、 フランス画壇に認められるようになる。女性の寝室を描いた絵画やコロンビーヌやアルルカンといったイタリア喜劇のモチーフを得意とし、1930年、フランス政府に買い上げられた仮面舞踏会の夜も同様のモチーフと思われる。1940年、藤田つぐじと共に帰国。帰国後一水会の会員として、毎年作品を出品し、中心的存在になる。 その他にも、文典、日典等の審査員を歴任し、1954年には、現代日本美術展で、大衆賞を受賞する。1979年敗結集のため、品川の病院にて没する。娘は、ピアニストの高野洋子。婦人画法の表紙絵を担当、映画女優の肖像画を得意とした。宮沢賢治が、婦人画法に、 自分の作品に挿絵を描いていた時代と、ほぼ並行する。ありがとうございます。